写真とか撮りたくて、でもどこに行ったらいいのかわからへんから、ちょっとね、前の、学生に聞こうかなと思ってます。単純や単純や。二人ってここの子ですか？糸島市の。なんか一人で旅をしてるんだけど、写真とか撮りたくて、なんかいい場所とかって知らん？糸島って言ったら。どこ？長糸っていうとこ。こっからどこの方？向こうとか向こうとか。ずっとまっすぐ？小学校っていうところがあって、うん、そこを下に降りていけば、それは海かなんか、滝に。平原。どっちかい、山か。山は登らへん、はい、そう、俺も足プルプルなんよ。ちょっと登る元気ないけど、こっち？行くから、そこの道曲がったら行ける。で、まっすぐ行ってたら、その曽根。二見ヶ浦？ちょっと待って。二見ヶ浦？どこら辺かわかる？ああ。山と山です。マジか。インスタ映えか。行かないかんな。それはもう行った方がいいです。そっか。夕日が出たらめちゃくちゃ似合う。ちょうどいい感じですよ。一旦じゃあ、俺、その言ってくれたとこを目指して行ってみます。待ってください、うん、すいません、夕日間に合うか分からない。ありがとう、ありがとう。しんどい、ほんまに今もう死にそう、足がつりそうでやばい。でも今二見ヶ浦というところに来てて、夕日がちょうどもうすぐで夕日が沈んでいくところなんで、それまで写真スポット到着できるようにしていきます。
いや、今日はもうここまでですね。はい。あ、北九州小倉から来ました。いや、小倉っぽよ。マジっすか。北区です、今住んでるのは。あ、まあそうなんすか。いや、僕、あ、大学ですか。僕、地元こっちじゃないんですよ。ありがとうございます。あ、気をつけて。はい、ちょっと一旦まあ写真とか撮るんで。そうやね、行ってきます。はい、ありがとうございます。皆さんこんにちは、おかびです。ひとまず今日を目的地にちゃんと目的地の糸島にちゃんと着きました。で、今なんでこんなテンションが低いかというと、もうバテバテなんです。もう本当にすっごいわからん。なんかもう今日暑すぎたせいか、もしかしたらちょっと普段あんまりしないような運動量をしてるからもうしんどすぎるのかなって思うんですけど、もう今本当にもうこう全然食べ物を体が受け付けなくて、本当は何も通らないんですけど、こういろいろ商品とかを見た時に、なんかもう多分自分が欲しいものを体が求めてるんですよね。それが多分塩分で、なのでなんかもう強烈に食べたくなったのがもう梅で、あとまあもっと塩分を取るためにこのもうポカリもなぜかすっごい飲みたくなって買いました。で、今日の宿は、公園です。糸島にある公園です ひとまず今日はここで寝泊まりをして、明日の朝帰ろうかなって思ってます。この公園にトイレとかがあるんで、そこで歯磨きとか、あとちょっと濡れタオルで体を拭いて、今日流した汗とかをちゃんときれいにして、で着替えとかも持ってきてるんで、それに着替えて今日はもう寝ます。では続きはまた明日の朝、明日の朝にしようと思います。ではおやすみなさい。